作られた喜びの道立ち上がる歌を両手を挙げて賛美を捧げます。命のある限りあなたの声を持って主は今日も生きておられる三主に賛美を捧げよう。栄光栄光の主に心を込めて喜び歌おう。主イエスにハレルヤ感謝を持って栄光を捧げます。命のさあ主に賛美を捧げよう。主に感謝しましょう。最初から賛美しましょう。あなたの
私が語る小さなことにおいて忠実でありなさいと主はおさらいます。一人一人がこの小さなことに忠実であるときに、私からのさらなる祝福をその受けるこの鍵となっていくであろうと主はおさらいます。この主の方法によってこの福音宣教のこの働きというのはこの大きくこの進んでいくと主はおさらいます。特にこのインターネット配信を通して、この主はこの入ることのできないその地においても福音をさらにこの伝えていく働きを進めていくと主はさらいます。私の恵みはあなた方の願い、思い、また考えを超えてはるかに大きいと主はさらいます。大胆にあなた方は私に求め、また私から受けていきなさいと主はさらいます。この私はこの一人お一人のこの信仰のこの歩みを豊かにこの祝福していくと主はさらいます。それゆえこの一歩踏み出したその信仰の歩み、私を決して引くことがないように当主はさらいます。さまざまな戦いはこの許されてきますが、この最後まで従い続けることができるようにさらに祈り求めていきなさいと主はさらいます。それではさらに賛美を捧げていきたいと思います。主の手にある歌を今我らの心に、主の心の歌を今我らは歌う。主の手にある天の父様、あなたの皆をあがめ賛美します。この賛美の時はありがとうございます。どうぞこの礼拝豊かに祝福し導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらくの間お祈りの時を持っていきたいと思います。共に主の前に静まって、主との交わりの時、お祈りの時を持っていきましょう。
お祈りをそこまでにしていただいて、再び賛美をしていきましょう。主の祈りを共に祈っていきたいと思います。おなりになっておられない方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただいて聖餐式を行います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それからまだ洗礼を受けられておられなくても、イエスキリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々にはこの式が加わることをお勧めしております。ですがイエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方々はぜひこの式に加わっていただきたいと思います。またインターネットで礼拝をされておられる方々の中で、聖餐式に加えたいと願っておられるクリスチャンの方々は、ご自分でパンとブドウ酒またブドウジュースを用意して、そしてこの式に加わっていただきたいと、こういうふうに思います。この式のためにお祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福してください。私は人々のうちに御川と御地の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り祝福した後これを裂き彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体を入れましょう。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の御御ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは感謝の献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福を与えてください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所は旧約聖書創世記12章1節から4節です。新改訳聖書第3版をお持ちの方は16ページになります。第2版では15ページになります。それではお読みいたします。創世記12章1節から4節。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。
あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通り出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。本日はこの聖書箇所を通しまして、特別賛美またしばらく賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。